こんにちは、ただいま浦原キャットストリートを歩いております。終電を逃しましてですね、最近地震などの災害時に、帰宅支援マップなどというもので、自宅まで、歩いて帰ろうというそういった本が売れておりますけども、今日は本当に職場から自宅まで帰れるかどうか、徒歩で帰れるのかということをですね、検証してみたいと思います。